親父、俺この店継ぐことにしたけ。東京行って郷土愛に目覚めたと。店ば建て増しして同じ空間にカフェを作る。何がカフェ。ありふれた田舎町で巻き起こる騒動の数々。年上の男性が好きなんですよね。え、主犯格の主犯格男よ。町を出よう。どうする安彦。向田さんいかがですか。千草は沈みかけの船ばい。みんなが仲良く暮らせる町づくりたい。俺たちだって現実が厳しいことぐらい分かっとる。でもなんかやりたいんよ。やっぱりいいよね昔の友達は。甘さんか負け犬だい。俺はお父さんのことやったら心配せんでよか。ちくさじゃプライバシーも遠慮もあったもんやなが。怒って泣いて笑ってみんなと生きていく向田理髪店。